フルムダンベールは、フランスのオーベルニュー地域圏内、ピュイドイコールドーム圏全域及び、カンタル県の一部、そして隣接する、ローネアルプ地域圏のロワール県で生産される、牛乳を原料とした、ブルーチーズ。フルムは、型を意味するフォルムが語源で、これはさらに、キリシア語のフォーモス、ラテン語のフォルマを語源とする。ダンベールは、地名のアンベールである。 高貴な青カビと言われ、日本におけるブルーチーズの思考としては、ロックホールと人気を2分などと評される。ちなみに、同域には同じく、ダンベールを関するクロタンダンベールというチーズもあるが、これはヤギの父から作られるものであり別物である。伝説によれば、ガリア人と呼ばれていた人々がすでに聖法を見出していたともされるが、表されたのが七世紀。 または旧世紀とされる文献による言及が確認可能な書質とされる。奥により、名称が固定されるまでは、ホームでロッチ、ホームでピエール・シュール・オートなどと呼ばれていた。1972年に、西方が同じでカツリッチも、ホレ山脈を挟んで東西と近い、東のモンブリゾンで生産されていたフルムド・モンブリゾンとまとめて、奥認定を受けた。その後、2002年に、 個別の名称に分割認定された。いつの頃か定かではないが、熟成の際には熟成室などではなく、岩のくぼみにおいて熟成させていたという話もある。フェルミエは少なく、2008年以降現在では、工場性が主流になっているという。原料とする牛乳は搾乳後48時間以内のもので低温殺菌したものを利用する。摂氏から度に加熱し、 牛乳に酵素を加えカードとした後に細かく切り分けて、型に入れて、水気を切る。その後、1日程度置いてから取り出し塩を、加えサイド型に戻す。さらに1日程度してから型から抜き、台の上で2日ほど乾燥させる。この後に串で刺して、青カビを内部に埋め込む。串で刺すことにより、内部のカビに酸素を供給できる。その後は熟成室で熟成させるが、 熟成期間は最低28日から2ヶ月程度で通常2ヶ月とされる。2ヶ月ほどで内部に青カビが広がり、表皮にも白、青、赤のカビを帯びるようになる。青カビは多め。一般に青カビの多いブルーチーズは味が強く個性が強いとされるが、フルムダンベールは入門用と位置づけられ。 表皮は硬いものから湿気を帯びたものまで様々であるが、中身はしっかりとし、弾力がある。味は先日のように温湯であり、甘みも感じられる。相性が良いとされるのは赤ワインやポートワイン。赤ワインはフルボディでも軽いワインでも良いとされる。白ワインでも相性が良いとされるものもある。パンに乗せるだけでも良いし、野菜や果物と一緒に食すのも良いとされる。 ありがとうございます。